ゼニアッタステークスはアメリカ合衆国カリフォルニア州のサンターニタ競馬場にて9月末に開催される競馬の平地競争である。出走条件は3歳以上頻馬、競争格付けは G2。ブリーダーズカップディスタフなど G1 競争11勝を挙げて1992年に殿堂入りしたレディーズシークレットを記念し、翌1993年に レディーズ・シークレット・ハンディキャップとして創設された。その試行時期から、ブリーダーズ・カップ・ディスタフェの西海岸における、プレップレースとして年々重要性が高まり、2007年より G1 に昇格。これに伴い負担重量が、ハンディキャップ制から定量制に変更され、競争名もレディーズ・シークレット・ステークスに改称された。2009年の暮れには、本レースを連覇し、 ブリーダーズカップクラシックを史上初めて品馬として優勝したゼニアッタの功績を称えるため競争名をゼニアッタステークスに解消する旨が発表された。しかし、この発表の後ゼニアッタはすでに発表されていた引退を撤回し現役を続行。ゼニアッタステークスへの出走が現実味を帯びてきた中、ゼニアッタ陣営から解明は名誉だが、 前のレース名でゼニアッタを走らせたい、胸が伝えられ、解明は撤回された。ゼニアッタの引退後、2012年に、ゼニアッタステークスに解消された。現在は、ブリーダーズカップ、チャレンジシリーズにおいて、ブリーダーズカップディスタフへの前哨戦に指定され、優勝場には、ブリーダーズカップ登録の有無に関わらず、同競争への優先出走権が与えられる。ありがとうございます。